い、どうもこんにちは、みやみやみです。なんかね、ちょっと間隔が空いてしまいました。すいません。なんかね、今日久しぶりのおしゃべり会です。なんかよく考えてみたら、今年はおしゃべり会を一回もやっていなかったということに気づいたんですけれども、久しぶりの雑談シリーズです。今までですね、週1ペースで宮散歩の方上げさせていただいてたんですけれども、ちょっとね1ヶ月ぐらい今回間隔が空いたんですけれども、ちょっと特に今年はね、ちょっと歌シリーズをやってたんですけれども、なかなかね、私のちょっと歌える歌の音源が見つからないというのもあって、ちょっとね間空いてしまいました。あとね、実は一番決定的な間が空いてしまった理由としましてはですね、実は先日車を買いました。ちょっと車を買い替えて、やっとね、ちょっと納車になったので、今月ですね、ちょっといろいろね、手続きとかそういうのでちょっと休みの度にやってたので、ちょっと時間が空いてしまいました。今日はその車の中からお送りしてるんですけれども、まあ実にね、私10年ぶりに車を買い替えたので、ちょっと新しい車がちょっと未来の世界かって思うくらいちょっと進化しててびっくりしたんですけれども、非常に快適ですね。で、今回ね、買い替えるにあたって何が一番苦労したかってね、まあ車庫証明とかそういうの取るのは、まあ管理会社とかに言ってすぐ来たんですけれども、私ね、前回今まで乗ってた車は実は今住んでるところじゃないところで買ってるので、住所がね、前の住所だったんですね。で、それを下取りに出すのに、なんかその買った時の住所から現在までのなんかな住所の流れが必要ということで、通常だとね、住民票とか取ると1個前の住所までは載ってるんですけども、私の場合前の前の住所だったので、なんか戸籍のなんかを取ってこいって言われて、で、そういうので、戸籍ってね、あれは本籍地じゃないと取れないんですよね。で、本籍地私すごいまた違うので、郵便でね、申し込んでまた郵便で送ってもらうとか、そういうのをやったりとか、注文したのは実は今年年明けてからすぐ注文したんですけども、まあね、最近の世界情勢のことでね、納期が非常にかかりまして、ちょっと非常に遅れるということになってたんですけどもね、急遽ですね、ディーラーで見込みで発注してたものがちょうど届くよっていう、それが回せそうだっていうことで、急にそれが入ってくるってなったので、ちょっと慌ててね、また書類とかを用意してました。そういうのでいろいろね、ちょっとバタバタしてました。で、今回ね、届いてね、納車されたら納車されたでね、いろいろやりたいことがあって、ちょっと私実はディーラーでオプションを極力削ってあんまり取ってなかったので、ナンバープレートホルダーとかさ、そういうもんって後で自分で付けれるでしょ。だからそういうのは納車した後でいろいろ買って付けたりとか、あとドアのね、バイザーですね、これもなんかディーラーで買うと1万6000円ぐらいなんですけども、実はネットで買うと6980円とかで売ってて、で、それを自分でつけると、まあ工賃もかからないということでね、そういうの取り寄せて、また休みのたびにね、取り付けたりとか、あといろいろ電飾したりね、ちょっと電飾笑えるんだけど、ちょっとこんな感じです。すごいでしょ。これもね、でも1000円ぐらいでできるんですよ。で、ちょっとね、非常に面白いなと思って取り付けてみました。こういうのをするのってね、非常に楽しいし、あとなんか、やればやるほど、手を入れれば手を入れるほどね、どんどん愛着が湧いてきて、この車のことがね、ますます好きになってしまうので、どんどん手を加えてます。で、次これやろうあれやろうとかね、今日もね、ちょっといろいろナビ関係のとこ触ったりとかいろいろしてたんですけれども、また今度ね、ホイールどうしようかなとか、ローダウンしようかなとかいろいろ考えてます。またですね、ちょっと歌いたい歌と音源が入手できましたら、ちょっとまた歌のシリーズとかもやろうと思いますので、これからも宮散歩をよろしくお願いします。じゃあまた今回はこの辺で、じゃあまたねー。